皆さんこんにちは、こんばんはでしょうかね。今日は、タイミング動画ではなくて、ですね、ジャングルコックの、ひび割れというか割れですね。このジャングルコックのネイル、どうしてもまあ完璧な相当高い4、5万くらい出すと割れてないのが手に入りますけども、まあなかなかそうはいきませんので、この割れてしまったネイルの、僕なりの修正の仕方をちょっとご紹介したいなと思います。相当ひどく、まあ割れてますと修正ってなかなか難しいんですけども、まあ今ご覧いただいている、まあこの程度の割れであれば十分修正することが可能です。で、YouTube なんかで検索していただきますと、いろんな修正の方法、まあ、動画で紹介されてますので、まあ、そのようなことも参考にしながら、まあ、ジャングルコックを修正していただければいいのかなと思いますが、まず僕なりの、まあ、今やっている修正方法を、ご紹介したいと思います。まあ、僕もいろいろやってみましたが、今僕がやっているこの方法が一番、まあ、綺麗に、仕上がりも自然に、で、さらに、まあ、実際フライに、まあ、取り付けて釣りをしても、割れ防止にもなるという、まあ、補強も兼ねた、修正の仕方です。で、必要なものはですね、まず、テープです。テープといってもこれはですね、養生テープと呼べばいいんでしょうかね。はい、粘着力の弱い、まあ、マスキングテープじゃなく、まあ、養生テープでしょうね。剥がすことを前提に作られてますので、まあ、それがまあ、このテープの一番大事なところかなと思います。それとまあ、クリップ2つ、まあ、適当な大きさのものを用意していただければ大丈夫です。で、修正するのに、割れを、修正するために、この液体絆創膏ですね。これを、ジャングルコックのネイルに塗布して、割れを、修正していきます。で、これ、メンソレータムの、液体絆創膏です。で、まあ、いろいろ修正するものとしては液体絆創膏以外にも、ヘッドセメントを使われる方もいらっしゃいますし、マニキュア類ですね、マニキュアのトップコートを使われる方もいらっしゃいます。また UV レジンも使うことができます。が、僕もいろいろ他と試したんですけども、まあ、UV レジンですとか、まあ、接着剤の類はですね、もちろん使えるんですけども、まあ、乾燥した溶剤が飛びますと収縮しますので、そうするとジャングルコックがこう、引っ張られて丸まっちゃうんですね、くるんと。で、それで、いろいろと、友人なんかにも情報をもらいながら試してみたところ、この液体絆創膏、それもメンソレータム、このブランドのものが一番、適しているというような今のところ多くの感想です。で、ちょっとやっていきましょうかね。あ、それとですね、もう一つ必要なものがありました。適当な板です。板です。これはこれ100円ショップで買った、何合板って言うんでしょう、なんか木の粉末を接着剤で固めたような板ですね。まあ、板であれば何でもいいと思います。はい。では始めていきます。で、この板にまず、先ほどの養生テープですね。これを、クリップで。留めます。で、接着面を上にしてですね。接着面を上にして、クリップで挟みます。接着面を上にして、よいしょ、挟みます。で、片方取りましたので、もう片方で、ピンと張って、こっちもクリップで留めてしまいます。はい、接着面を上にして今このように貼りました。で、両方クリップで止まってる感じですね。で、今接着面が上です。でくっつきます。で、
で、ここに、この方がいいかな、作業的に。こっちしようか。カメラの真ん中に、なんか相変わらずカメラと思うかな。よし、こっち、落ちました。よいしょ。で、割れているのを、ちょっと何枚か、3枚くらい撮ってみましょうか。よいしょ。今、割れているものを3枚撮りました。で、あと、ツイザースですね。ピンセットです。で、これをですね、割れをピンセットで、これをピンセットでこう塞ぎながらですね、表面に貼ってしまいます。でこれもいきましょうか。ちゃんと合ってないですね。と合わせて、口ももうちょっとかな。もう一枚やってみましょうか。うん、これはひどいですね。4つくらいに分かれちゃってますね。これくらいになると、まあ、修正できるのもこれくらいが限度でしょうかね。しっかり貼り付けます。で、これで今、テープに、貼り付けました。で、液体絆創膏ですね。それを、ちょっとチューブから出して、このニードルにつけて、ニードルで薄くネイル部分に塗布していきます。見えますかね。はい、今取りましたので、このネイルの部分に乗せていきます。液体絆創膏も乾燥しますと、幾分引けると言いますか、収縮しますので、まあ、あまり多くつけすぎますと、収縮幅というんでしょうかね、収縮率が大きくなりますので、あまり厚く塗ると逆効果です。で、様子を見ながら、まあ、2回くらい、水平に、まあ、水平じゃないですね、平らにですね、薄く塗ります。で、これで、乾燥すれば、乾燥マットおしまいですね。まあ、非常に簡単ですので、まあ、ジャングルコックも安いものではありませんので安いものじゃないというか、まあ、高いものですね。まあ、最近はね、なかなかいいものが手に入りにくくなってきましたけども、まだ探すと、世界中のどこかにはあったりしますので、僕も諦めずに、一生懸命、普段物の仕入れのついでに、いろんな業者さんに、いいのはないですか、なんか入る予定はありますか、と方々に声をかけて、ちょっとね、いいものを確保しておかないといけない
んな感じで薄く巻き粉が入らないようにしてつけてます。で、今4枚ですね。はい。で、あとは乾くの待っただけですので、もうちょっと動画で乾くの待ってられませんので、で、もうちょっと光の加減がでですね、これでまあこのように修正しますと、ネイル部が厚く綺麗に見えるようになります。ですので実際あのフライにまあこの塗布したものと塗布しないものでは、塗布したものの方がより高級なジャングルコックに見えます。で、まあ、割れたものの修正今しましたけども、割れていないものに、あえて割れ防止、割れの予防といいますかね、ために、塗ることもあります。まあ、ジャングルコックもそれぞれグレードによって、そのこの黄色い部分ってエナメル質でできてるんですけども、若い、まあ、ジャングルコックから取ったケープですと、エナメル質のその厚みというんでしょうかね、厚みがありませんので、黄色みを帯びてなくて白っぽくなっています。まあ、そういうものは割れてなくてもですね、この液体絆創膏を塗布してやることで、ツヤが出て、まあ、丈夫に、なりますし、見た目的にもグッとグレードアップしますので、その辺はぜひおすすめですね。はい。あとは、まあ、実際に革で使っても割れにくいというのが本当に高いものですので、大切に使っていただきたいなと思います。で、今のネイルの、あ、エナメルの、厚い薄い比較してみましょうか。今、修正したの、これですね、この黄色とこれを見ていただきたいんですけど、比べてみますと明らかに、こちら側白っぽいですよね。これは比較的若いジャングルコックから、多分若いうちに、まあ、マテリアルにしちゃったものですね。で、こちら明らかにその黄色みが鮮やかで、白と黒のコントラストのはっきりしたもの、これがまあちゃんとしっかりと、飼育されて、まあ、年を重ねて、エナメル質がエナメルのその層が厚くなって、まあ、黄色みを帯びた綺麗なコントラストになった、ものです。で、このエナメル質が厚ければいいかというと、決してそういうわけでもなくてですね、今度これ見ていただきましょうか。この黄色み、今のこの黄色みと比べてもものすごく黄色いですよね。その分、このエナメルが厚いんですけども、逆にエナメルが厚くなりすぎてもですね、自然にあの割れてしまいます。自然と言いますか、マテリアルになっちゃ割れないんですけども、ジャングルコックを飼育している最中に多分これ割れるんだと思うんですが、エナメル質が極端に厚くなってしまいますと、どうも、飼育している中で割れが発生してしまうようです。僕もあの鳥の養殖というか飼育の専門じゃないので、推測でしかないんですけども、傾向として、このような黄色みが強いエナメル質の、非常に厚いものは割れているものが多いです。ですので、まあ、極端に厚いものは、まあ、割れてなければいいんですけども、エナメル質だけにとらわれますと、まあ、割れが多く、多いジャングルコックを、購入してしまったりすることもありますので、まあ、その辺一つ、そうですね、注意でしょうかね。まあ、気をつけて選んでいただきたいところかと思います。はい。そうですね、乾いたかな。で、まあ、乾いたかなと思いましたら、ニードルで押さえながら剥がします。そうしますと、先ほど割れていた、あれどこだろう、これカメラに映っているんでしょうか。なんか
フリーズしてモニターが止まっております。見えるかな。あ、なんか動いてきましたね。画像と、あれ、すみません、モニターがちょっと固まってまして、今何が映ってるかわからない状態です。多分映ってますよね、これね。はい、これでバレが直ってます。こっちも回してみましょうか。で、こう押さえながら落ちます。これもさっき4つくらいに割れていたんですけど、このように、はい、直っています。こっちも同じですね。もうこれも乾いたでしょ。はい、こっちも、はい、直っております。で、まあ塗った分ツヤツヤとしたエナメルが厚い、ちょっとグレードアップしたようなジャングルコックに見えますので、おすすめです。じゃあジャングル、他の YouTube 等でジャングルコックの修正方法たくさん動画あるんですけども、まあ、多いのはヘッドセメントですとか、爪のですね、マニキュアのトップコートですかね、透明なマニキュアって言えばいいんでしょうか。それをまあここに塗布して指でこう引っ張ってこう直すという方法が多いんですけども、それで割れももちろん治るんですが、このこうやって引っ張って直しますと、この辺のあのファイバーまで一緒にくっついてしまいますので、仕上がり感がどうしても不自然さに欠けてしまいます。ということで僕はそれを避けて、あえてその割れているネイル部分にだけ、液体絆創膏を塗って割れを修正するようになりました。多分いろいろやった中でこれが一番自然な仕上がりになりますので、この方法をお勧めしています。はい、今日は簡単にこの辺で終わりたいと思います。ではまた次の動画でお会いできたら幸いです。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。